ょう。はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151円、今夜も佐渡島からお送りします。はい、これです。今日は糸魚川の酒、加賀の井問屋さん経由でちょっと撮ってみました。はい、まあ暮れに、いつだ、もう2年前になるんだかな、暮れに大火事になって、創業1650年って書いてあるんだけど、の新潟で一番古い蔵だったそうですが、焼けてしもうて、一時隣の県移ったったかな、それから戻ってきて復活して新しい蔵を建てて、で酒ができたっていうことで、まあわずかだけ問屋さん経由で撮ってみました。まあどうこう言うても、応援、ここにも書いたんだけど、うちらができる応援っつったらやっぱりそれを取って飲むことぐらいだろうと、お客さんに勧めて飲んでもらうことぐらいじゃねえかなと思って、ここの酒を、本醸造翡翠の町糸魚川って書いてありますが、醸泉本醸造加賀の井、なんかこう古めかしい、ラベルです。こんな感じの翡翠の町、今はもう翡翠の町かもしれんけど、復興の町糸魚川です。本醸造と、純米吟醸、仕込み2号って書いてあるな。2番目に仕込んだ酒なんでしょうか。それから大吟醸、純米の大吟醸、復興祈願酒なんつって書いてあります。こんな酒とって、まあ地元の佐渡の愛川の門にも飲んでもらいてえし、俺も飲んでみにはならんなと思っております。そんなことぐらいしかできませんが、まあ皆さんどなたか、何か手を貸そうという気が、そんな気になった方は店へ来て一本買うていってください。まあ少しか取らんかったもんで、ほんの少ししか取らんかったもんで置いてはねえんだけど、よろしくお願いします以上、佐渡伊藤酒店晩酌151円でした。